皆さんこんにちは。北海道大学病院栄養管理部です。この動画では日々のお食事で生活習慣病や低栄養を予防したい、改善したい方に向けて栄養バランスを整える美味しく楽しいレシピをご紹介していきたいと思います。今回はフレイル予防をテーマとしたメニューの第3弾です。フレイル予防のキーワードは運動と、そして栄養です。中でもタンパク質が鍵となります。フレイルについてはタラの南蛮漬けの動画をご覧ください。タンパク質が豊富で、しかも減塩で食べやすい豆料理、ポークビーンズを紹介します。材料は2人分を用意しています。詳しい分量は画面をご覧ください。玉ねぎは 1.5 センチ角ぐらいに切ります。ズッキーニは厚めのいちょう切りにします。豚肉は食べやすい大きさに切ります。フライパンにオリーブオイルを熱し、玉ねぎをよく炒め、豚肉、ズッキーニ、ミックスビーンズを加えて豚肉に火が通るぐらいまで炒めます。トマト缶、水を入れ、弱火から中火で10分程度煮ます。残りの調味料を加え、さらに5分程度煮ます。今回は豚肉を使いましたが、他の肉や魚介でも美味しくいただけます。また薄切りの肉を使用することで調理時間も短縮できます。それではいただきます。豆の甘みがあって美味しいです。これなら鶏肉など他のお肉もおすすめです。それでは料理のおさらいです。今回はポークビーンズを紹介しました。料理のポイントです。豆類はタンパク質だけではなく食物繊維も豊富です。トマトの旨味を使い減塩に仕上げています。今後も北大病院の美味しい健康ご飯を配信していきますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。